地図茅ヶ崎城は、神奈川県横浜市鈴木区茅ヶ崎東2丁目25にあった日本の城である。都会にありながら、中世の城郭としては、比較的よく遺構が残っている。横浜市指定史跡。現在は茅ヶ崎城市公園として公園化している。茅ヶ崎城は、治安年間に、ただこうによる築城とする言い伝えもあるが、正確な築城年代は分かっていない。 発掘調査結果からは、15世紀後半に築城され、16世紀前半に改修があったと推定されている。現在は、おそらく後北条氏による築城だろうと考えられているが、出土遺物は、大木谷上杉氏に関わりがあると見られる、器の底に渦巻門を入れた、渦巻瓦家などが中心で、後北条の時代の遺物は発見されていないようである。 小田原州所領役長によれば、茅ヶ崎一帯は、小机州の一員である、ザマ市の所領だったことから、茅ヶ崎城は、小机城の市場で、ザマ市が城代もしくは城番を務めていたものと思われる。1590年の後法上死滅亡とともに、廃城となった。中核跡周辺は宅地化されているものの比較的よく、遺構が残っており、車、土塁、空堀、 矢倉台の跡がはっきりと確認できる。またこぼり切れを含む一部の車には立ち入りができない。以前はただの雑木林だったが、1990年から1998年にかけて横浜市ふるさと歴史財団が発掘調査し、2005年より横浜市が茅ヶ崎城市公園として整備を進め、2008年6月28日に一部公開した。 2009年11月2日、横浜市指定文化財となった。ありがとうございます。